イルファーン・カーンはインドの俳優。ムスリムの反王国大主の家系に生まれる。修士在学中に奨学金を得て国立演劇学院にて3年間のディプロマコースを学ぶ。1980年代後半からテレビドラマの脇役など俳優としてのキャリアを積み、90年代からは映画界にも進出するが、しばらくは小規模の無名の作品に出演するも注目されなかった。彼の演技力が評価され、映画俳優として本格的に活躍し始めるのは2000年代に入ってからのことである。また、2006年のその名にちなんで、以降は国外での評価も高まり、アメリカやイギリスの映画にも出演している。2016年には非蘭華合同制作による NHK スペシャルドラマ、東京裁判でインド派遣の判事、ラダビノード・パール役を演じた。ちなみに、その名にちなんでの監督、ミーラー・ナイルの作品では、他にも1988年、ミシシッピー・マサラにも出演していたが、編集段階で彼の出演部分はカットされてしまったという経緯がある。2018年3月に、神経内分泌腫瘍と診断され、ロンドンで治療を受けていた。2019年2月にインドに帰国してアングレイジー・ミディアムの撮影に参加した。2020年4月28日にムンバイ市内の病院に搬送され血腸感染症の治療を受けたが、翌29日に死去した。ありがとうございます。